アンリ・ドルレアンは、フランスの旧王家オルレアン家の課長、パリ博の儀礼称号で呼ばれた。オルレアン派のフランス王位請求者として、名目上のフランス王アンリ六世を称した。1908年7月5日、ギーズコージャンの唯一の息子として、エーヌ県のルヌビオンアンティエラ首相で誕生した。母は、オルレアン家の三代前の家長、パリ博、フィリップの三女。 イザベル、モロッコで育ち、ルーバンカトリック大学で学んだ。1939年に第二次世界大戦が勃発すると軍に志願するも、フランス軍とイギリス軍の両方に入隊を拒絶された。そこでアンリは金を使って、フランス外人部隊に入隊し、シャルルド・ゴール将軍の下でタで、ドクレジスタンスに従事した。1949年、父の死によって、 オルレアン家の課長となった。フランスの王位または定位にあった者の子孫は、フランス国内に居住できないとの法律が1886年に定められていたが、1950年にその法律が破棄されると、フランスに帰国して、パリへ戻った。課長でいる間、アンリは、一族の所有する膨大な資産、宝石、絵画、家具、国外に持つ所領を売り払って、 冒頭に吹けった。以前は40億ポンドあったという一族の資産を分割するときには自身の子供たちと法廷で争うことになってしまった。一族のアンボワーズ城は現在彼の設立したトラストが運営している。1984年、アンリは長男のクレルモン博アンリから継承権を剥奪したと宣言した。理由は長男が最初の妻と離婚後、 カトリックの儀礼に従わないあり方で二度目の妻と再婚したためであった。非カトリックの挙式はフランス王家の一員としてふさわしくないというのである。アンリは長男にクレルモンハクより格納を取るモルタン博を代わりに授け継承順位から削った。しかし数年後、長男夫婦に元の称号を再び与えた。アンリは 4男のエブルーハクミシェルとイツオノラマルシュハクティ希望が王族でない貴族女性と結婚したことを理由として、両者からも継承権を剥奪した。この決定は、長男アンリが継承後に覆された。1999年、ドルー近郊のシュリジーで前立腺癌のため死去した。遺体はドルー王室礼拝堂に埋葬された。アンリは政治活動を盛んに行っており、 ド・とゴールと強い関わりを持っていた。ビシー政権でフランス海軍の司令官、海軍大臣を務めたフランソ・ワダルランの暗殺にド・ゴールと共謀して関与した疑いをかけられている。1962年にはド・とゴール大統領によって後継者に指名されるのではないかと思われ、大勢復興につながりはしないかとフランス国内で問題になった。また、 1986年から1988年の第一期コアビタシオンにおいては、左翼政党である社会党出身のフランソワミッテラン大統領を熱心に支持した。1931年4月、旧ブラジル皇帝家のウルレアンスブラガン酒出身で、同じくルイ・フィリップ一世のヤシャゴであるイザベルと結婚した。イザベルとの間に後難読状を設けたが、 1986年に離婚した。ありがとうございます。